丸夢クイズ、丸夢丸エディです。ママです。キゴです。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。あれ、はい、広いですね。一人少なくないですか？そうなんですよ。今日古川さん急遽体調不良ということでお休みいただきます。お大事に、はい、ちょっとね最近、はい、あの皆さん体調崩しがちということで、はい、うん、そうそう、みんな健康に気を使う年頃ですね。リアルまとめ撮り集団なんで、はい、1日休むと結構な期間休んだ感じになっちゃうからねこれね、はい、気をつけていきましょう。はい、はい、丸夢クイズをね、丸夢クイズ、ね、やっていきましょう。なんかあんま聞いたことないですよ、丸夢、はい、じゃあこういうのを見たことありますかね、こういうの、うん、うん、はい、ある。この丸のところに何かを埋めてこの言葉を作ってくださいというやつですよ。あの除菌もできるジョイみたいな。ああ、ちょっとここに除菌もできるをちょっと今ちょっとやりすぎたな。そうか、うん、1文字ぐらいだもんね。あ、理解しました、はい、何ですかこれ。あれは丸じゃなくて円だからエンジョイだ。エンジョイ、お、その通りで、あ、はい、ということで今回はこの丸のところにこの形の何かを埋めることで、あの言葉になるっていうね、形の何かをね、はい、そうですね。じゃあ見たまま言うだけじゃん。まあまあそうですね、うん、はい、今回はまあこれ円の形なので、これ円、はい、と入れるとエンジョイとなりますね、うん、はい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 、はい、別にあのこれ丸だからここに一文字のひらがなを入れましょうとかそういうことじゃないんです。形を見たままの形を言えば、はい、そうですね、この形のものを入れれば、なるほど、ね、まあ、丸梅クイズって言ってるけどあそこの形は丸以外にもいろいろ変わっていくということね。どうなんでしょうね。うわー、どうなんだろう。変わりそうじゃん。どうなんでしょう。形ってずっと言ってるもん。はい、先の問題潰すなよ。すごいワクワク感強すぎてちょっと。そういうことですね。はい。はい、で早押しで、正解するとプラス1点。ごとは10秒間休んでください。10秒ね。はい。10秒で大丈夫です。はい、それでは早速やってみよう。やってみよう。はい。では参ります。うん、はい。第1問。こちら。ボールペン。わかる。はい、まあ、どういうのボールですもんね。ね、立体感出してったらもう。丸ペンでもよくね。丸ペンでもよくないですか。確かに。はい。言われてみれば。漫画家さんがね。ね、はい、丸ペン、G ペン使いますから。あ、まあ、確かに丸ペンでもまあいいでしょうじゃあ。丸ペンでもいいんだ。あればね。ね、あればいい、ね、まあまあ。あるものであればまあいいです。あればね、はい、お、結構幅広いけどもなんかボールペンの方がしっかりくる、はい。そうですね。それでは次の問題。はい、こちら。リングです。うわーすごい。あ、リング。はい。ね、どう見てもこれリングですもんね。これね、リングだわ。ごめん、あの普通にあのプルスで言ったわ。あんな言葉なかなかないから。確かに。はい。確かにプで始まってルスで終わる。まあそれしかないんで。ないね。ないないない。あ、でも一応プホルスもある。なんですか？メジャーのめちゃくちゃすごいバッター。プホルス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 。ただこれホじゃないんで。ホではないか。うん。なるほどね。ごめん、俺メジャーのそのバッター知らないんだけど。メジャーのなんかちょっと前のめちゃくちゃすごいバッター、プホルス、プホルス、ね、覚えておきます、はい、うん、じゃあどんどん参りましょう。あ、可能性を感じる、丸の可能性を感じる、はい、次の問題、こちら。え、こんなん、こんなんママカリじゃないですか。ねえ、そう思っちゃった、ね、思っちゃった。さすがにまではないから、ね、まではないです、うん、とマとは言わないくらいですね、これを、はいはい、いや、むずいな、これ。いやでも、あれ、同じ読み方するとは限らないじゃないですか。なるほど、確かに。そうそうですね、別々の読み方をする可能性がありますね。だから丸分かり？うわー、あれ、ね、どう見ても丸と和ですからね、これね。すごいよ、ここに来てさ丸出してきたよ、私は。危ないよ。丸あんじゃねえか、うん、まあ、丸出さないとは全然、ね、言ってないですからね。あ、まあ、丸のこともありますよ。丸のこともある、うん、丸分かり ね、俺ヤドカリの線追っててどっちも無理。合わせようとしたら ドある、ドは丸だから。あー、何度何度のド、ド丸だから出るか。いや、あーって言ったから出ないんで。あーって言ったから出ないんで。いや、ドアちっちゃいからさ。ドアちっちゃいから。ちょっとちっちゃいから。で、矢をどうこじつけるかを考えてる間に、ね、正解で出ちゃいます。すごい、はい。自分の読み方に持っていくパターンね。そうです、そうです。説得できれば、あの丸いじゃないです。邪魔だまだありますので、はい。はい。次の問題。こちら。消滅じゃん。ね、もう丸いらないよ、あれ。
メッツで終わる言葉なんかそっちで探した方が早いんだから。そうなんですよ。消滅とかですかね。消滅だね。いや、メッツに引っ張られたらもう厳しいのよ。鬼滅かな。まあ、鬼滅ね、うん、なんだあれ、メッツに引っ張るの良くないかもしれない。いや、メッツから行くよ俺は。一旦言っとくんですけど、はい、あの熱が何か分かんないけど昭和熱昭和を滅ぼそうとする昭和、うん、昭和熱昭和です。昭和熱、はい、昭和熱じゃないです。昭和熱じゃないです、はい。まあ、今回のこれは、うん、本当はちょっと厚みがあるかもしれないですね。厚みがある、ちょっと厚みがあるもの。厚みがある、厚みがある、まあまあ、まあ真上から見たらこうだなっていう。真上から見たやつか。ショーパンケーキ滅ですね。なんですよ、厚みがあるから。鬼滅は入りましたからね。そうですね、はい、リコさんのヒントをもとに早話しようと思ったんですけど全然ダメでした。まあパンケーキ型ではあるな。やばい、ヒントを与えてしまった。厚み、小コイン滅。ザバリー、分かっちゃった。コインね、何がパンケーキだ。形は似てましたね。似てました、はい。まあ、コインの形をねかけてるからこうでしょ、さすがに。あー、隠滅ね、はい、うん、ということで、小コイン滅が正解でした。いやよく気づいたね。でこう、まあ、上から見たらそうだみたいなのもね、ちょっと入ってきますね。なるほど ね、 そうね。今まではどう見てもリングですよねって言ったけど、うん、あれ何も書いてないからさすがにどう見てもコインですよねまでは言わなかったです。AT さんの良識を感じます。まあ、そうですね、まあ、だいぶ簡略化されたコインだなっていう感じですね。、うん、はい、では、はい、はい、次の問題こちらです。レレン、月のワグマです。やったー、しましたー。やったー、はい。まあね、月なんてね、もう丸いですからね。丸いんですか、はい。まあね、どう見ても月だもんね、はい。まあ、月の形はこうですよね、はい。和はね、学びました、予習しましたよ。あったねー、はいはい、確かにさっき和は出ましたね、うん、はい。ということで、月のワグマということで、はい、お見事ですね、うん。グマはやっぱクマなんですね。そうね。まあ、確かに。なんか滅はやっぱり滅亡の滅だったし、グマはクマなんだ。じゃあどんどん参ります。次の問題。じゃ、こんなん公務員だ。うん、ちょっとこれがあの何にもなければちょっと興奮だったかもしれないけど、そうです、無ではないんで。無ではない。無ではない。間に字を入れるんじゃないっていうのをね、一回挟まないとね。そういう言葉があるかちょっとこのやつは分かんないですけど、公園インですね。公園に入るという、はい、ダメです。ダメです、はい、そういうことはないです。ないですね。いろいろ当てはまる分、うん、あの丸を自分の思いついたものに寄せたくなるんですよ、はい。まあ、まあ説得できれば、まあ、正解にとしますので、はい、一応ね想定解はありますけど、はい。まあ、さっき月出ましたね。月は出ましたね。月出ましたね、はい。え、交代要員。そのとおり。太陽員、太陽ね、太陽、まあ、太陽の形にこうですよね、だってね、まあ、太陽の形、確かにそうだわ、うん、そうね、まあ、月よりも見え方としてはですね。そうね、あの球体してるもんね、重力でね、はい、またしてるからな、うん、ね、確かに交代要員ね、はいはいはい、はいはい、よく見つけたな、そんな言葉。そこによく太陽が入るって気づいた、入ってるなということでね、はい、ということで交代要員が正解。やったー、はい、ということです。では参ります。はい、次の問題こちら、うん、なんか変なんですね。白丸と黒丸です。黒丸ですね、これ。危ない、ちょっとうっかり押しそうになります。こういう黒丸の形のものがここに入るとすごい引っ掛けてきた今あれ多分。なんですか、どういうことですか、え、なんですか。マリアナ海溝。そのとおり、マリだ、はい、急にそうだ、はい、あれマリか、あ、そう、あの私マルアナ海溝だからマリアナ海溝というミスリードだと思ったらマリーってなりました。ね、いや、マリってこういう形してますよね。マリだ、マリでね、マリってこういう形ですよね。そうですね、はいはいはい、最初認識できなかった。AT さん、すごい引っ掛けてくるじゃん、マルアナ海溝なんてないぞって言ってたら。はい、ということで、マリの形とこれが穴ですので、うん、マリ穴海溝ということで正解でございます。すごい、はい、穴が丸とは限らんけどな。
あ、ここで物言いが。あ、まあでも穴の形書いてくださいって言ったらまあこう書けですね。確かに。高いって大体あまり三角の穴と書けると少ないと思う。いないですね。はい、言いまかされた。普通に言いまかされでしょ。いや、まだ問題、はい、あるんだ、はい。はい。次の問題。こちら。あ、なんだあれ。なんだろう。見たままだからね。見たままです。見たままですよね。こういう形のものを入れてくれた。あるよ、いっぱい多分。中央の周りもうちょっとちっちゃいかもな。本物は。本物はもうちょっとちっちゃい。うん。そうなんだ。記号としてちょっとね、この記号しかなかったんですけど。ここはちょっともうちょっと中央の周りちっちゃいかな。ん？もうちょっとちっちゃいんでしょ。そうですね、もうちょいと。この真ん中の部分の丸、2個目の丸がちっちゃい、真ん中の丸がもうちょっと。キューッとちっちゃくなってちっちゃくなってこれ五円玉表してるんでリンゴですちょっとダメだった。でもまあでも五ではないですよね。五ではない、五リンゴ円玉みたいなね、そういうことか。あれなんかあるか、わかんない。リンゴ円です。本当だ、そういうことか。果樹園のね、リンゴの、はい、そうそう、リンゴを育ててる、ね、て場所ですね。おー、危ねー、危ねー、危ねー。そうね、これはちょっとハイエナはばかれるから危ねー、危ねー。何がリンゴ円玉だよ五円玉なんで5です、つって危ねー、取られる取られる、危ない、危ないよ、危ないって。私がもうちょっと鋭かったらいけましたねはい、で次なんですけど、はい、ちょっとあのいろいろ別解あるかもなんで、ちょっと答えのジャンルだけちょっと否定させてください。ああ、はい、では参ります、はい、次の問題こちら、はい、人名なのね。人名になります。お、結構こじつければなんかいろいろできちゃいそうな待って待って、もう丸じゃないもの自然に出してきてますねまず本当だ、はい、黒い四角ってなんですかね。そうね、真っ白じゃん、ね、わざわざ黒くしてるのはね、やっぱり重要ですよね。人名っぽいのはノリです。わ、え、ヒントくれたノリ丸です。ノリ丸ノリなのかな、ここでもね、ありますかね。あ、うん、じゃあ いたら、あの、知らなかったら申し訳ない。え、ちょっと待って、ボケようと思ってるのにボケようと、これも、はい、今のうちに考えるしかない、はい、答えをどうぞ。うん、河川のり丸です、これは残念。いや、もう本当のりなんですよね、千のり球です。わかりまさかの本当にのりだったよ。はい、ということで、ごめんねはい、ね、線とこれのりと球体の球ですね、はいはい、線のり球ということで、線のり球が正解でございます。のり球だわ。のりをね、そう、出したの早かったですね。最大の難所を誰か共有してくれたいや、他に思いつかなかったな、確かに。まあ、よくね、ラーメンにのり入れてますもんね。そうなんですよ、ね、私あんまり入れない派だから、そこの班で埋めてくれましたラーメン、可能な限りトッピングするタイプの人間なんで、いつも全盛りしてますね、リコさんは。ここで問題終了。やばい、やったか。では結果ですけども、結果お願いします。リコ3点、ももさん6点で、ももさん優勝です。アシストなくても負けてたんですこういう言葉遊び系のひらめき系の企画が大好きなので、うん、今回もとにかく考えてる時間がものすごく楽しかったです。ちょいちょいアシストが飛んできてたんでそれも含めてリコさんにあと3分の1点ぐらいあげたいなって思いました。3分の1点では逆転しない3分の1点しかあげない、ポンコツでしたね。5円とかもノリのアシストとかね、いろいろね、ポンコツだったんですけど、はい、前もやらせクイズみたいなのやってたもんね。ああ、丸をどう読むかみたいな、丸をどう読むか、×をどう読むかみたいな、はい、なんかそれに近しいものを感じて、確かに懐かしくもある、でも新しい感じがあってね、面白かったですね。まあ、まだまだね、可能性ありそうなんで、うん、もし人気があれば第2回以降お願いします。お願いします。以上、本日のカフェティアでした。高評価、チャンネル登録、 X のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。